東海北部線は日本統治時代の朝鮮半島に存在した鉄道路線。日本統治時代には建設途中のローカル線であったが、日本の統治終了と朝鮮戦争の結果、路線が軍事境界線をまたぐことになったため、大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国側いずれにおいても事実上敗戦となった。元は、 日本海に沿って軽減線が通る元山から京州、富山までを結ぶ東海線の計画に基づいて、京州から北進する東海南部線と、元山から南進する東海北部線の建設が始められ、1929年により、暫定的にその一部が順次営業を開始したものである。1937年には上用までが開業したが、ここから先は建設中のまま終戦を迎え、 全通しなかった。暫定開業であったことから重要性は低い路線で旅客列車の本数は数往復程度であり、東海北部線の駅は朝鮮総督府鉄道で最も勤務が楽な駅とも職員から呼ばれたと言われる。しかし沿線には金剛山観光の入り口である外混合駅などいくつか観光地も存在し、 観光シーズンの5月から10月にかけての日曜、祝祭日の前日には、京城からの夜行列車が、ソトコン号駅まで運行された。太平洋戦争終結後、日本統治終了により、北緯38度線を境に国土が南北に分断された後、東海北部線の運行は、北朝鮮側の手によって行われていたが、その後の朝鮮戦争で設備は完全に破壊され、 北朝鮮側は事実上の敗戦となった。一方、韓国側となった県内常用艦は、戸籍上1953年7月31日に再開業したものの、実際の列車運行はなされず、1963年9月30日に、県内環状九1965年2月28日に、環状速走九1967年1月1日に、 即創乗用艦が廃止され、全線が正式に廃線となった。終点の乗用から、先の工事も進んでいたが、未成線となった。1962年に、韓国によって、東海線の一部になる予定であった東海。高領艦が、例東線として開業したが、東海北部線の復旧工事は、即創乗用艦廃止後、南北いずれでもなされずに放置されていた。 北朝鮮側では1970年代初めから再建工事が行われていたとの報告もあるが、結局1996年に金剛山青年線として、暗辺からかつて外混合駅があった場所に建設された金剛山青年駅までの路線が、電化された上で復旧された。しかし、北朝鮮の燃料不足とそもそもの不良工事のために、列車の運行はなされず、 旧船のまま放置されていると言われる。2000年の南北首脳会談により、経緯船と共にロシアなどが貨物輸送で注目していることもあって、東海船も復旧工事を行うことが議決された。それに伴い2002年9月に東海北部船の連結工事が着工され、以後韓国と北朝鮮が共同で工事を進めている。韓国側では、イノシシツ駅、北朝鮮側では、 観光駅など、駅舎の工事が行われ、鉄道本体の工事も進み、2006年5月25日に南北直通試運転が行われる予定となったが、24日午前に北朝鮮側から突然中止を通告された。2007年5月17日、ようやく北から南への直通試運転が実施された。イノシシ駅まで北朝鮮の車両が乗り入れ、その日のうちに、 北朝鮮へと戻った。1942年10月1日改正当時2021年3月16日、国家鉄道公団は、高領駅の支出駅間の工事電子入札を開始した。これによると、同区間の新線の概要は次の通りである。なお以下は、公基準によって高領駅を起点として記述する。ありがとうございます。